12月14日のケリヒメスイーツ。昨日言った通り、今日特に更新はないので、ないよ代わり映えはしないよ。偶属性だけども、何でもいいか。レッツゴー。まだ適当でいいでしょう。何レベルまで適当変装で編成でいけるかな。大冒険の始まりよ。終わりよ。一応クリティカルダウンはかかってるんだけども、まあご利用しますよねと。あとはクリスマスの亡霊の方だけかな。あっちを回っておこうと。もぎ取れ。あいつからブチって抜いてるんでしょ。生きたまま神経ごとブチって抜くんでしょ。なんてグロいなんていうグロ姫スイーツ。こっちよりもこっちはね、クリスマスパーチーの方、パーリー素材アップの方がいいかね。レッツゴー。大冒険の始まりよ。でエミリアでどうぞ。お、デジャブかな。昨日と全く同じ絵面になりそうだ。そい。色味だけは合ってていいなっていう話も昨日だか一昨日したな。どっちの方が早いかな、クマホムとか。ほんと効率を考えたらもっと出の早いやつはいるんだろうけど、もしかしたら下更新でこれのテクニカルとかさ、そういう地味な追加かな。それもありそうな気がする。なかったらすまぬ。来週火曜日にまたメンテがあるっぽいから、そこでちょっと大きめアップデートかな、新しいイベントとか。で新しいアイテムはゲットできず、素材アップつけて素材が落ちない。素材アップ一応つける。俺も素材アップついてるね。うん。レッツゴー。それでも出ない。大冒険の始まりよ。せめて一個ぐらい落ちてくれないと。これ相当めんどくさい作成系かもしれない。動画でしか回ってないから、まあ累計3、4回ぐらいでしょ。でもまだ1個も落ちないっていう。せめて1個でも落ちてくれれば前に進んでる感はあるんだけども、ゼロって。どんどんエミリアが蹴られていくぞ。もうエミリアゲットしてから蹴りすぎて、もうケツの肉も皮もだいぶ硬くなってんよ。すっかり蹴られなりました。でツリーを破壊して、落ちなーい。これ他の素材絞っていいぞ。
他に素材アイテムがあるからこっちが落ちなくなるんだ。うん、そしてあの割引祭りとかまたやってくんないかな。アクセサリーがカンストしちゃったポイント、アクセサリー作れるというか経験値突っ込めるのはいっぱいあるんだけども、割引セールやってる時にね、入れたいので。これさっきのもぎ取った角か、大成功いけますかね。 10%20%、 いやでも大したもん入れる必要ないかな。じゃあ 10% の入れてあげよう。ナイスサービス。お、成功した。一応大成功。これかえって普通のやつの方が落ちないパターンかもしれんぞ。他のやつは大成功率がアップしてるときにやろうかなと。よし、じゃあまあサクッと今日はこれぐらいで、明日の更新でどんな感じかな。明日あるかな。まあ多分あるでしょう。他の動画のちょっと予定があるからわかんないけども、じゃあ一応また明日。